回も毎年お楽しみにお待ちいただいている花桃の季節がやってまいりました。花桃はこのように紐で縛っているタイプと縛っていないタイプがあります。縛っているタイプがお届けになった場合はこのように持って下から順番に紐を切っていってください。上から切るとパーンと開いて弾けてつぼみが全部飛んでしまう場合がありますので、下から順番にこのように切って、そして静かにこうやって開いていただくようにお願いします。そして花桃は花器の直径の2倍から 2.5 倍程度の長さにとって、棒立ちにはならないように少し左傾斜で姿よく立ち上げます。肩のねぐっと力を込めている、棒立ちにならないように少し左傾斜で立てます。で次に左手に今入れた花桃の3分の2程度の長さで前傾させつつ左に間合いを取ってぐっと力を込めてぐるっと倒して間合いを取っていきます。で次に右手に空間にお届けの花桃は枝ぶりがそれぞれに違いますので、作例と同じような姿にならなくても、それはそれぞれの枝の持ち味ですのでバランスよく配置していただくと良いでしょう。ちょっと右手に先に入れたこちらの枝よりも起こし気味で右手に入れます。で次にカラーを入れます。一本は鼻の先が右に向くようにこのように、で次はこちらへ向けて、鼻の先が同じような向きにならないように、こちらを右に向けたら、こちらは左というようにして変化をつけます。カラーはこのように内側に巻いていますが、下に行くものは大きく見える方が綺麗ので、こんな風にして、開くと、大きく見えます。低い位置に入れるものは大きく低く入れ、長いものはスラッとして立ち上がるように、あまり大きくないようにするとバランスよくまとまります。で次にドラセナですが、ドラセナは右下がりに入れて、こちらで先に入れた桃と2番目に入れた桃と今から入れる桃で右下がりの不等辺三角形になるように入れると安定した眺めになります。葉付きの姿が散漫な場合は切り分けて このようにバランスよく入れると良いでしょう。で最後に菜の花ですが、菜の花は左の書き口に下がり気味に入れて、で剣山を隠すように、
で最後にもう一本の菜の花は、今入れた、先に入れた菜の花よりも低くこちらに沈めて、日本のカラーの間ぐらいの左側に低く沈めて、立体感をつけた花姿にまとめます。残りの枝があったらバランスよく添えるのも良いでしょう。今回はダブルコースと申しまして、月2回お届けのコースです。今の時期は花が長持ちするので、3回コースではなく2回ぐらいでいいかなと思われる場合はダブルコースに変更されるのもおすすめです。